南京事件は、日中戦争諸島の1937年12月、日本軍が南京を占領した際、約2ヶ月にわたって、多数の中国軍捕虜、敗山兵、米兵を呼び、一般市民を殺害、暴行、虐殺、強姦、略奪、放火したとされる事件。歴史上、南京事件と称されるものが、1913年9月、 1927年3月にあったが、南京事件というと、通常は1937年の南京事件を指す。戦後南京軍事法廷や極東国際軍事裁判で裁かれた。事件の真相について異なる見解が存在する。長谷川刑事によれば、中国側は南京大虐殺や南京大屠殺と呼称しているが、 事件の真相は未だ不明であり、捕虜、敗残兵ないし兵兵を殺害したのか浮上しも、含むのか、どの程度の規模か、事件の規模、虐殺の損否戦時国際法違反か否かの論争、犠牲者数をめぐる論争が存在しているという。薄井勝美によれば、日本軍の占領後、約1ヶ月間、南京は、無政府状態となり、 城内だけでも1万以上の非戦闘員が殺され、略奪暴行事件は頻発し、また、捕虜の集団殺害も実施されたと言われる。旗の住を、昭治淳一郎によれば、中止な方面軍は、上海戦以来の不軍機行為の頻発から、南京間落後における城内侵入部隊を想定して、軍機風機を特に厳粛にしという厳格な規制策を通達していた。 しかし、日本軍による、捕虜、敗残兵、便利兵、及び一部の市民に対して、集団的、個別的な虐殺事件が発なし、強姦、略奪や放火も頻発した。日本軍による、虐殺行為の犠牲者数は、極東国際軍事裁判における判決では20万人、以上、1947年の南禁。 先般裁判軍事法廷では30万人以上とされ、中国の見解は、後者の判決に依拠している。一方、日本側の研究では20万人を上限として、4万人、2万人など様々な推計がなされている24。このように犠牲者数に諸説がある背景には、虐殺の定義、対象とする地域、期間、埋葬記録。 人口統計など資料に対する検証の相違が存在している。1937年11月、上海戦で中国軍を撃破した日本軍は首都南京に向かい進撃を開始した。10月29日、小海石は国防最高会議で戦闘を解き、長期交戦実施のため受刑に戦闘し、視線を公的の大候補とすることを明示し、 11月20日、林森は、1000人余りの官僚と共に、達夫記号に乗船し、南京を離れ、26日に、重慶に到着した、南京の防衛下方機関が討議され、党聖地が、南京の死守を唱え、24日、国民政府は、南京エイエビス司令に、党を任命した。南京は、様子高方面以外の3方面を完全に、日本軍に、 包囲されていた。党は、各部隊に、陣地の死守を命じ、違反者は、厳重に処分すると通達し、各部隊の所有選択は、すべて第78軍長、総望連が管理し、勝手な乗船渡し口を禁じ、違反者は、武力で制止するとした。12月1日、上海派遣軍の南京攻略命令下達により、上海派遣軍は、山田支隊、 第16師団、第9師団などをもって東方から、第10軍は、第3師団戦検隊、第114師団、第6師団などをもって南方から前進を開始し、8日、南京城外の第1戦防衛陣地を突破し、包囲の体制を整えた。12月7日、創業、昭和、総備令と共に、路山に向けて、呼吸飛行場を飛び立った。 9日までに、外国人地は喪失し、ウーロン参法大、資金さん、受け代が残った。12月9日、松井は和平会場の勧告を飛行機で散布した。回答は、翌10日、正午紅葉会道上の保証船で受領するとした。10日、武藤明参謀副長、中山康史人参謀等が中山門公用。 街道上で午後1時まで待ったが軍師が姿を現さなかったため、午後1時、松井は総攻撃の命令を発した。12日午後、党は省から撤退命令を受け、午後5時、市長以上を集めて軍事会議を開き、省の撤退命令を読み上げ、各指揮官に夜6時から明朝6時までに南京を撤退するよう命じた。日本軍に利用されないよう、 重要建築物の放火破壊が始まり、第36市が中山北路に面する軍西部、鉄道部、交通部などを消棄し、1時間以内に市内の主要な建築物は激しい人濃い煙に包まれた。12日午後9時、党は副市令ら宅 A 党と共に軍用消火堤で裏口に渡り脱出したため、残された軍人や市民は、うごの州と化し、 悲劇を生む一員になった。山田死体は、ウーロン、三北側から南下し、下関へ向かい、牛島死体は、南から北上し、下関へ向かい、佐々木死体は、上北部の門を制圧しつつ前進し、13日午後に、下関を占領した。第16師団は、共同総隊約4万が守備する東部の資金差を、攻撃し、13日夜明け近く、 中山門を占領した。第114師団、第6師団は、第88師が防衛する、受け台方面を攻撃し、13日正午過ぎ、中華門周辺に到達した。13日正午、国崎師隊が、裏口駅を占領し、中国軍の江北への退路を完全に切断した。前線から改装してきた、兵士、小病兵、 難民が中山門、中華門から入ってきたが、難民区に入ろうとして拒絶されると、一部は中山北路を通り高門から下関に、一部は中央路から和平門を通り遠州祖に向かったが、両門とも完全に閉鎖されていた。渡り合しようとする中国軍とそれを阻止する部隊との間に、同志打ちが始まり、多くの兵士は何の目ともなく、 関屋様ス港に逃げ入り、都市するに至った。8月5日、陸軍次官は、ハーグリク戦条約の精神に準拠し、交戦規定の一部は努めて尊重するとしながら、別の箇所で、これを厳密遵守とまでしなくて良いこととし、捕虜という名称もなるべく使わないように、現地軍に通知した。その結果、現場の将校までが、軍の規律を求めた。 松井岩根軍司令官の通達を無視した行動を行ったり、また、上海戦において、日本軍人が、戦友の多くを失い、中国側への復讐感情を芽生えさせたと、破体久彦は指摘する。12月7日に、松井岩根司令官は、略奪行為、不法行為を厳罰に処すなど厳しい軍旗を含む、南京城攻略要領を自軍に示していた。 笠原特使によると、追撃する日本軍は、食料などを途中の農村地域で略奪しながら進軍した、という。南京に向かうまでの工程で農村部において、日本軍による住民の殺害、強姦強奪が発生するなどの軍機の緩みがあった。清の作戦、特戦軍など、中国軍による虐殺も正義していた。表玉省は、軍隊が、 日本人より残酷に人民を殺戮するのを目撃し、民衆は将兵たちを強盗でも見るような目で見ていたのである。当聖地が南京を守備しようにも、もはや不可能であった。軍隊は、彼の命令を聞かず、何より、将が、軍人の信頼を完全に失っていたからである。なぜそうなったのか。将は、食料も与えず、負傷者を放置し、将兵が水浸しになっても、 何の手も打たない。こうしたことが最大の原因だ。そして最も根本的な原因なのである。と述べた。また、兵は武漢で将に対して不祥兵は優遇しなければならない。憲兵に銃殺させてはいけない。武将の町で憲兵が何人もの不祥兵を撃ち殺している。こんなことでどうして軍心を引き止めておかれようか。と言ったという。 剣壁、清のニューヨークタイムズは、中国軍の放火による、財産破壊の額は、容易に2000万から3000万ドルに達する。これは、南京攻略に先駆けて、数ヶ月にわたって行われた日本軍の、南京空襲による破壊より大きいものであり、おそらく、南京攻撃における、日本軍の爆撃や占領後の日本軍部隊によって、もたらされた被害に匹敵するであろう。 中国軍指導部は軍事的必要性から四周編全域を焼き払ったと常に説明していたと報じた。笠原特使によれば中国軍が強行した清野作戦の結果食料略奪と民家宿営に頼ってきた中止な方面軍の諸部隊は場外区域に駐屯することができず注意事項で厳禁された木内駐屯をせざるを得なくなり 食料物資の略奪が城内で行われることになり、道路沿いの農村が焼き払われたため、諸部隊の食料挑発行動はさらに遠隔の農村にまで波及した、という。特戦隊南京の中国軍の大半は、組織的撤退を知らないか、知らされても安全に逃げられない状況であった。中国兵の中には残豪に足を縛られて、防戦させられる者も,もいた。 退却命令の不徹底から、凶悪な通路に殺到した中国兵たちと、海藻兵の武力阻止を命令された第3 6師2 1 2弾が衝突し、双方が発砲して、大パニックとなった。銃撃の死傷者と、後方からの圧迫で、多数の兵士が踏み潰され、気づかれた。 高さ2メートルに及ぶ死体の山を乗り越えた兵士の多くが垂直の城壁を急増ロープで降りようとして追試した。下関は残された少数の船を奪い合う地獄と化し、退却開始の12日遊国から日本軍の戦闘部隊の到着までの約20時間の間に、公門から下関馬等に至る地域では撤退作戦の不手際により、 空前未造の惨劇が展開され、無数の中国軍兵士の生命が失われた。中山門南京市は、東西約5 3トル、南北約8トルで、総面積は35平方キロメートル。城外の下関馬頭や水彩門、中華門外の市街を含めても、39から40平方キロメートルであり、鎌倉市程度の面積である。南京の人口は、 日中戦争以前は100万人以上とされるが、上海事変以来の爆撃や南京攻撃が近づいて、中国政府首脳が重慶に移転したり、不合などが疎開したため、人口はかなり減少した。ラーベは11月28日の日記に、警察庁長から20万人と聞いたと、12月6日の日記に、約80万人の恵まれた市民が逃れたと、記しており、 スマイスの報告書には、陥落当時20万から25万人であったと記されている。食料供給の一端を担った南京安全区国際委員会が入場前に上海日本当局へ送った11月30日付の電報には安全地帯を運営する際には、総計20万人の世話をする必要があると見積もられているとあり、12月18日。 25日にも20万人と記録され、翌年1月14日以後は、日本軍のカウントをもとに25万人へと情報修正してはいるものの、それ以外の数字の変化はなく、12月13日の日本軍入場後も市民人口は一定であったとの認識を示している。南京戦では最も多い殺害事案が日本軍による中国人捕虜や軍服を脱いで、 民間人に紛れた、敗残兵の組織的殺害であり、その殺害が、戦時国際法違反であるかどうかが、問題となった。中国軍の南京防衛兵力に関しては、6から7万、10万、15万と、諸説あり、その中での捕虜等になる前に戦死した人数や、逃亡し終えた人数も諸説がある。ダーディンは、約五万、上海派遣軍参謀長、 い沼守は、約10万、南京永寿軍参謀、丹道平は、約8万としている。南京防衛兵力については、南京戦南京防衛軍の総兵力に関する、諸説を参照。また、中国軍の敗山兵には軍服を脱いで、民間人に紛れて、安全区へ闘争を図った者が多数あった。日中戦争当時の戦時国際法として、 有効なものは、日本と中国の双方が批准した、ハーグ陸戦条約であるが、その第4条には、不慮は人道をもって取り扱うことと定められており、また、第23条には、殺害などの外敵手段として禁止されていることとして、第3項、兵器を捨て、または、自衛手段が尽きて、降伏を超う敵兵を殺傷することや敵兵に対して、第4項、 除名しないことを宣言することとされている。しかし、一方で、日本陸軍は、同年8月に、陸軍時間名で、ハーグ陸戦条約の厳密遵守の必要なし、捕虜という名称もなるべく使わないように、と、現地軍に通知していた。南京戦士によると、公式文書等に記載された、捕虜、適出逮捕した、敗残兵、便宜兵への対応は、 以下の通りである。南京城内で避難民に紛れて、逃亡を企てた中国軍政機兵を調べる。憲兵日本軍による南京市民に対する被害は、第2次上海事変の開始直後に起こった8月15日開始の、都洋爆撃と呼ばれる、日本海軍機による南京空襲での死傷、戦災が最初であり、中国側の記録では10月までの2ヶ月の空襲で400人近くの 市民が死亡した。日本軍の空襲によって多くの南京市民が市外から遠方に避難し始め、100万人を超えるとされた南京城市の人口は大きく減少し、一方で11月に日本陸軍の中、ナ方面軍が南京周辺の広大な農村地域の近郊を県を含む南京行政区に侵入したため、農村地域等から多くの被災者が 南京城市に流れ込む現象も起きた。日本軍による南京城市陥落の前後に日本軍の攻撃や相当や暴力行為に巻き込まれた市民が少なからず存在したとされるが兵士と共に銃撃を受けて殺されたとの証言、日本兵による攻撃や暴力で殺害されたとの証言がある。ただし日本軍の南京占領が確定して戦闘が 集結するまでに危険を犯して南京に残った20名余りの欧米の宣教師らが南京市陥落前から組織した南京安全区国際委員会が管理する南京市内の安全区へと多くの被災民が避難したがその後も木内の廃山兵狩りに巻き込まれた者や安全区内外の一般民間人への暴虐行為は継続した一方で安全区の外では 南京占領後も日本軍による中国民間人の老若男女の殺害事例が当時安全区にいた欧米人の記録として報告された。また日本軍が南京占領直後に中国側の発電所の技術者も虐殺したという主張もある。日本側が電力インフラの復旧を行った。南京安全区国際委員会のメンバーによるスマイス調査では 南京支部での日本軍による民間人の殺害、拉致後殺害は計6600人と推測し、これを含め総計として12000人という推計値を示している。またスマイス調査では南京城市とその周辺に限定せず、南京を中心とした広大な農村部地域においては26000人以上の犠牲があったと推計しているが、 これも南京事件の被害に含める見解がある。南京安全区南京安全区とは、南京戦前の11月、ジョン・ラーベ及びアメリカ人選挙師たちによって、戦災に巻き込まれた市民を救済するという名目で、組織された南京安全区国際委員会が南京城市内に設定した地域である。安全区設置の目的については、不況のために、 中国軍の支援保護を行うことにあったとし、その前提に1937年5月6日の全国キリスト教連盟によるプロテスタントである小介席の実質的な建国活動への全面支援決議があったとする見方がある。上海安全区とは異なり、中立性に疑義があったため日本からは承認されず、非公式なものであった。 安全区内の人口は南京陥落直後は約20万人との推測値があり、南京城内の南京安全区以外の区域は住民が少ない状況となった。南京安全区に対しては日本軍は砲撃を仕掛けなかった。また占領後も日本軍は組織的な住民虐殺を行っていないが、ただし安全区内でも個々の暴虐の記録はあり、決して過小ではない。 また、その後、安全区の人口が5万人ほど増えたとされるが、欧米人が設置した安全区が、南京市内の中で安全であり、荒廃した、市内などから安全区に移動したとされるなお、安全区の人口については、南京事件論争人口推移、南京事件論争人口推移の論点を参照。南京事件が起きた原因としての日中両軍の対応について、 日中歴史共同研究によると、日本側の研究者は以下のように評価した。日本側の問題としては、戦線布告のない事変であったために、日中両国が批准したハーグ陸戦条約を、日本陸軍が意識的に徹底せず、そのため、中国兵捕虜の取扱い指針の欠如と占領後の住民保護を含む、 軍政方針の欠如が発生したこと、また他方、略奪による進軍が原因の軍機の緩み、飛行を取り締まる憲兵の少なさなどが指摘されている。また、捕虜となることを恥とする習慣から、相手国の捕虜への警部につながったことなどが指摘されている。また、日中戦争開始頃からの中国軍から受けた、戦闘などの被害への復旧のために、日本兵が、 中国軍人などを人道的に扱わなかったとする記録もある。中国側の問題としては、防衛線の誤り、指揮統制の放棄、民間保護対策の欠如などが指摘されている。南京安全区国際委員会のジョンラーベも、中華民国政府の対応を批判している。当時、南京には、欧米人記者5名が駐在しており、日本軍占領後に船で、 上海に移動したが、5名の記者たちは、一部は、米ー宣教師から渡された声明をそのまま、一部は、声明にアレンジ、または、自分の体験を加え、欧米で、南京事件を報道した。そして、アメリカの、シカゴデイリーニュースや、ニューヨークタイムズ、イギリスの、タイムズのような有力紙の記事、ロイター通信社による、新聞記事によって、事件初期の殺人、 障害、強姦略奪などの犯罪行為が日本軍によって行われたとして伝えられて報道された。1938年以降も新聞記事や雑誌で報道される。池田優によれば発信源はほぼすべて現地に残留した米国人宣教師たちで彼ら宣教師による事件の捜索を中国政府が利用したという。当時、 南京に在住した欧米人は日本に家族を置いていた人もいて南京在住の日本人との交際などから得た好印象を日本に対して持つ者も,もいたし日本軍の入場後の秩序の安定への期待が南京攻略時に在住した記者の書いたニューヨークタイムズの記事やドイツ人ビジネスマンのジョン・ラーベも記録しているしかし南京戦後は日本軍入場前後より 戦闘終了後に日本軍が戦時国際法違反を行い、それも人道上非常に問題ある行為を感化できないほど言ったトラーベ、マギー、ベーツらが記述し、またラーベ、ベーツ、ボートリンは中国兵による放火や暴行も記録している。1938年1月に国際連盟の第100回理事会で中国の小正人氏代表は 日本の侵略を非難し、南京事件に関連した発言も言った。国民政府は、1937年7月、出版法を修正して、戦時言論統制への布石を打ち、8月、修正戦時新聞検査標準を制定し、南京から武漢、重慶へと撤退していく中で、新聞、雑誌、図書に対する審査を一段と強化していった。 国民党の新聞中央に一方、進化日報には、戦闘的機運の高揚を目指す記事が多く、戦勝の記事、勝利への革新の記事が繰り返される一方、敗北や混乱の報道はほとんどなされておらず、南京については時折小さな報道記事やアメリカの、上海新聞での新聞、大美版法や、密六史評論法などに掲載された記事を翻訳して、 伝えるという形であった。関根県は、南京事件に対する中国新聞会の姿勢は、今から見ると、極めて異様だが、戦意公用のために敗北と壊滅は語らないという、暗黙の了解が、知識人の間にあったというのは言い過ぎだろうか。と述べた。紹介席は、1938年7月7日。 観光での日本国民に次ぐにおいて日本軍の略奪、暴行、殺人を非難しているが南京事件と特定していない。章の夫人、総美霊は1938年1月5日に観光の総統司令部からマサチューセッツ州に住むウェルズリー大学の同窓生のミリアム・ h クラークに宛てた手紙で彼らは 上海と南京の間で五体満足な男性すべてを一人ずつ、あるいは束にまとめて射殺しているのです。わずかに生き残った五体満足な男は、日本軍の死役を強要されています。南京において、彼らは冷国にも何千人も屠殺いたしました。同様な虐殺は、河北全体でも行われています。と書いた。事件当時、中国共産党軍は、 先制荘園案の山岳地帯にいた。1938年1月1日に武漢で発行された中国共産党広報誌、群衆では南京で残虐行為が起きたという短表が発表された。遠藤誉によれば、中華人民共和国では事件についてほとんど触れられることはなく、1982年の第一次教科書問題をきっかけに、 人民日報が初めて南京大虐殺を解説したのは1982年8月であった。戦後の中華人民共和国観光物での記載を見ると、中共中央文献研究室編纂、もう卓東年譜での1937年12月13日欄には、南京疾患とあるだけで、全員9冊で6000ページ以上ある。この年譜では、 南京大虐殺に一言も触れていない。1957年の中学教科書には南京大虐殺が書かれていたが、1958年版の中学歴史教師指導要領には日本軍が南京を占領し国民政府が重慶に遷都したとあるのみで、60年版でも1975年版の教科書新編中国史の 歴史年表にも虐殺について記載がない。遠藤は、毛沢東が虐殺に触れなかったのは、事件当時、中国共産党軍が、日本軍とは、まともには戦わなかった事実が知られることや、国民党軍の奮闘と犠牲が強調されるのを、避けたかったためだったとしている。外務省本省には、福井津市南京総領事代理からの伝信報告や、 岡本規制上海総領事から南京安全区国際委員会が作成したアトロス指定図の商法が送られてきた。東亜局長、石井太郎は1月6日木曜日の日記に上海から来信南京における我が軍の棒状を詳細しくる略奪強姦目も当てられぬ惨状とある。ああ、これが抗軍か。日本国民民心の大敗の発露であろう。 大きな社会問題だ。と記した。東亜局第一課長だった、上村真一は、南京安全区国際委員会からの抗議も、南京総領事館を経由して、外務省の本省に寄せられた。東亜局第一課の部屋には、報告書や写真が、山積みとなった。と回想した。石井は参照事務局長会議で、たびたび陸軍側に警告し、広田大臣からも、 陸軍大臣に軍機の粛清を要望したという。広田は杉山陸将に軍機粛清を要望したが、閣議に南京事件を提起しなかった。閣僚の多くは南京事件について知らされず、東京裁判では広田の犯罪的な過失とみなされた。1938年1月下旬、陸軍は参謀本部第二部長。 本間正春少将を南京に派遣し、その調査を受け、2月に、中品方面軍司令官、松井和根が召喚された。教育総監、旗俊六大将は、1月29日付日誌に、品派遣軍も、作戦一段落とともに、軍機風ようやく大敗、略奪、強姦類の誠に意味は、指揮行為も少なからずあるようなれば、この再召集予行。 備え役者を原役者をもって変わらしめ、また、上海方面にある松井大将も原役者をもって変わらしめ、また軍司令官、師団長等の招集者も、蓄授原役者をもって交代せしむるの必要あり、と記した。第十一軍司令官の司令官として、上海に上陸した岡村康次中将は、参謀、宮崎周一大佐、中心派遣軍特務部長、 原田熊吉少将、公衆特務機関長萩原中佐等から聴取して、総合し、南京攻略時、数万の市民に対する略奪強姦等の大暴行があったことは事実である。第一戦部隊は、休養困難を名として、不良を殺してしまう兵がある。上海には相当多数の不良を収容しているが、その待遇は不良である。最近捕虜となった、ある敵将校は、 我らは、日本軍に捕らえられれば殺され、退却すれば特選者に殺されるから、ただ頑強に抵抗するだけであると言ったという、と回想した。1937年8月28日、憲兵司令部刑務部長通帳、辞局に関する言論、文書取締りに関する件では、国境を超越する、人類愛または、生命尊重、肉親愛等を基調として、 現実を軽蔑するごとく強調または風刺し、ために、犠牲暴行の精神を、同様減退接しむる恐れある事項などが、言論取り締まりの対象とされた。1945年6月から1947年3月に、かけて敗戦国日本の戦犯裁判にあたって、連合国戦争犯罪委員会局党、省委員会と、中華民国は、 日本人戦犯合計3147人を選定し GHQ に提出した。1945年冬、国民政府は戦争犯罪処理委員会を設立した。1946年2月15日に国民政府国防部軍事法廷が成立した。南京での暴行虐殺事件の主要罪犯として選定されたのは第6師団。 長瀬と夫だった。谷は1946年2月に東京で逮捕され、10月南京法廷に送られた。検察報告1947年2月の南京、地方院検察署、敵人材業調査報告では、敵側の疑問妨,妨害など、激烈にして民心承知にし、進んで、自発的に殺人の材業を申告する者の花はだ 日本軍の暴行を語らない者、否認する者、対面をはばかって告知しない者がおり、調査は困難を極めたが、確定する犠牲者はすでに30万に達し、この外なおまだ確証を得ざる者20万人を下らないとされた。南京で集団屠殺を行った部隊は、中島、畑中、山本、長谷川、美濃浦、猪木、徳川、 水野、王保の急古単位であった。判決1947年3月10日、南京国防部軍事裁判所は、被告の第6師団司令官、谷俊夫に対して、次のような事実認定と判決を下し、死刑を申し渡した。中華文国の反論この弁明について法廷は、責任を逃れようとする弁解であるとし、暴行の事実は明白で、 共弁する余地はないと、以下、判定した。これらは被告らが共同で暴行を行った証拠であり、被告はついに出かせで虐殺を抹殺しようとし、偽造であるなどと暴言を漏したが、全く理由にはならないと難じた。被告は兵を放任し捕虜及び非戦闘員を虐殺し、強姦略奪、財産破壊などの暴行を行った。殺戮にあった者は、 数十万に達した。これは、戦争犯罪及び人道に反する罪であり、ハーグリック戦法規違反、戦時捕虜待遇条約違反、戦争犯罪裁判条例、中華民国刑事訴訟法291条前段、中華民国刑法によって、極刑に処す。1947年4月26日に他には、銃殺された。その後七月には、 磯谷連介中将も南京事件の責任を問われ、終身刑の判決を受けた。1948年1月には、第6師団中隊長田中軍基地が300人切りを行ったとして、また、第16師団不評第9連隊野野田武史と、向井敏明が100人切り競争を行ったとして、死刑となり、3人は処刑された。8月南京法廷は、 香港攻略戦闘での不良及び民間人殺害、強姦の罪で、坂井隆中将が永久戦犯として死刑とし、9月に処刑した。谷俊夫への判決文や裁判資料や証言は、中国政府の要請によって2015年10月9日、ユネスコ記憶遺産に登録された。1946年5月3日に改定した東京裁判では、 第二類殺人の罪、ソイン四十五として、被告、荒木貞夫、橋本金五郎、畑俊六、平沼喜一郎、広田幸樹、板垣聖四郎、茅尾稀則、木戸光一、松井岩根、武藤明、鈴木貞一、梅津義次郎は1937年12月12日以降、ソイン二の条約に違反して、南京を攻撃し、かつ、国際法に反して、 住民を応殺することを日本軍に不法に命じ、かつ許すことによって、不法に、印数不祥なる、数万の中華民国の一般人を呼び、武装兵を殺害し殺戮した、と告訴された。このほ他1938年10月21日以後の、関東攻撃、1938年10月27日前後の、観光攻撃、さらに1944年6月の、 大陸脱通作戦における、コナン調査、紅葉攻撃、11月の厚生省経輪、琉州に対する攻撃と殺戮が告訴された。第三類通例の戦争犯罪及び人道に、対する、罪素因55では、被告、土井原、畑、星野、板垣、茅谷、木戸、木村、小磯、武藤、長野、岡、大島、佐藤、茂光、 島田、鈴木、東郷、東城、梅津は、1941年12月7日から1945年9月2日までの間に、アメリカ、イギリス連邦、フランス、英仏、オランダ、フィリピン、中華民国の、数万の不良と一般人に対し戦争の放棄、官令上の義務を無視し、戦争放棄に違反したとして一括して訴追された。 上海派遣軍司令官の浅香宮鳩飛行については後続であったことから占領軍の戦後処理の方針により訴追されなかった。1947年11月24日、松井被告への尋問が行われた。東京裁判に出廷した日本人証言は宣誓した上で証言し、かつ検察官による反対尋問が行われた。なお、 中国人商人に対しての反対尋問は行われていない。被告の松井岩根元中品派遣軍司令官は、検察側の主張するような大規模虐殺は、終戦後の米軍放送によって、初めて知ったもので、そのような事実は断じてない、一部若年将兵の暴行があったが即刻処罰しているし、また戦乱に乗じて、中国兵や一部不定の民衆が、 暴行略奪を行った者も,も少なくなかったので、すべてを日本軍の在業とすることは事実に反すると陳述した。判決判決は1948年11月4日に第二商法起訴上、11月11日に第八章通例の戦争犯罪、南京での暴虐までの素因は攻撃の不法性か、それとも 戦争法規違反で訴追しているのか、明瞭ではなく曖昧である。戦争法規違反は、ソイン54.55とも重複している。ソイン39からソイン52までについて判定する、必要がない、とされた。通例の戦争犯罪では、以下が事実認定された。1937年12月朝、日本軍が南京市に接近すると、 100万の住民の半数以上と南京安全区国際委員会を除く中立国人は市外へ避難した。約5万の残留軍以外の中国軍は撤退した。12月12日夜日本軍が南門に迫ると中国軍は北門と西門から市外へ遁走したり武器と軍服を放棄し安全区に避難した。 12月13日朝の日本軍入場の際、全抵抗は止まっていた。目撃者によると、日本兵は、市内で男女子供を無差別に殺害し、強姦、略奪、放火を行った。被告松井は、添いに1.2729.3132.3536.5455で訴追されたが、共謀罪を構成する共同防御の証拠は、発見できなかった。 1937年と1938年の中国での松井の軍務を侵略戦争とは見放せない。ソイ因27について検察は証拠を提示できなかった。中国軍が撤退し無防備となった都市を占領後、日本軍は無力な市民に対する身の毛の余つ残虐行為大量虐殺、殺人、強姦、略奪、放火を長期間実施した。 残虐行為を日本人商人は否認したが、様々な国籍の中立国の目撃者による証言と、その疑う余地のない信頼性は圧倒的である。残虐行為は1937年12月13日から1938年2月、初めまで続き、数千の婦人が強姦され、10万余の人が殺害され、略奪され、焼かれた。 残虐行為が最高潮にあった12月17日に松井は入場しており、これらの暴行を知っていた。憲兵隊と領事官員から報告を受けていることを松井は認めている。松井は事件を知っていたが、暴行を止めさせる対策を取らなかった。占領前に厳正を命じたが、効果はなかった。指揮官被告には事件の責任があり、軍を当選し、 南京市民を保護する義務と権限を持っていた。義務の不履行について、刑事責任があり、蘇五55について、有罪、十九1.2729.3132.3536.54について、無罪とする。1948年12月23日、松井は処刑された。同日、南京事件時の外務大臣、広田幸樹も、 対策を取らなかった、不作為として処刑された。その後、この松井への判決や、東京裁判及び南京裁判そのものへの批判や疑問点が、多数の研究者より提出されており、検察側の主張や判決での事実認定に対する疑義も出されており、論争になっている。人道に対する罪と、ソインニュルンベルク裁判の基本報告際軍事裁判所検証で、 初めて規定された人道に対する罪が南京事件について適用されたと誤解されていることもあるが南京事件について連合国は公選法違反として問責したのであって人道に関する罪が適用されたわけではなかった東京裁判独自の素因に殺人があるニュルンベルク極東検証には記載がないがこれはマッカーサーが殺人に等しい 真珠湾攻撃を追求するための独立素因として検察に要望し追加されたものである。これによって人道に対する罪は同裁判における素因としては単独の意味がなくなったとも言われる。しかも1946年4月26日の検証改正においては一般住民に対するという文言が削除された。最終的に 人道に対する罪が基礎方針に残された理由は連合国側がニュルンベルク裁判と東京裁判との間に統一性を求めたためでありまた法的根拠のない素因殺人の補強根拠として使うためだったと言われるこのような基礎方針についてオランダとフィリピン中華民国側からアングロサクソン色が強すぎるとして批判し 中華民国側検事の向井明深氏は、南京事件の殺人素因だけでなく、関東、観光での残虐行為を追加させたが、大きくは、第一類、平和に対する罪、第二類、殺人、第三類、通例の戦争犯罪及び人道に対する罪の三種類に分かれ、南京事件はこのうち、第二類、殺人で扱われた。南京事件については、 南京大虐殺事件、南京虐殺事件、南京残虐事件、南京暴虐事件、南京大虐殺、南京暴行事件、南京アトロシティ、南京大残虐事件など、多様な表記と呼称がある。なお、1913年成長復活を起とした、長君による第二革命での南京事件が、南京虐殺事件と当時報道されている。 また1927年の南京で中国国民軍が日本人など外国人に暴虐行為を加えた事件は南京事件4月29日に起訴され5月3日に改定した東京裁判での故障は素因第45でありここでは応殺殺戮と記述されている改定1週間後の朝日新聞は南京大虐殺事件と報道 同年10月9日の貴族院帝国議会では、星島次郎が、南京事件と言っている。中国、または、中華民国ではほぼ一定して、南京大、と、南京大屠殺と呼称される。英語圏では、南京グアトロシティーズあるいは、ザレープ・オブ・南京グ、南京グ・マサカーなどと呼ばれる。1997年、アイリスちゃんは、著書で、ザレープ・オブ、 南京から忘れられた、ホロコーストと表現した。また、イギリスやアメリカメディアでの論説では、南京グマサカーを、南京グインシデントと表記することは虐殺の形視で、あるという批判もある。松本健一は、中国では、南京大虐殺は一つの固有名詞であり、歴史的に定着している言葉であるという。また、公文有によれば、中国の戦争には、 途上という伝統があった。歴史上の南京大虐殺には以下のようなものがある。オートンの乱光景の乱。闘技の方景は、両の武帝の南北朝時代に南京を包囲し、陥落後大虐殺を行う。太平天国の乱での南京大虐殺。キリスト教を廃城帝教と解釈し、漢民族国家の再興を目指した。 甲州前は南京占領時に新国兵をほぼ皆殺しにし、満州族の婦女子も小殺して満単位の虐殺が行われた。14年間の乱の犠牲者総数は2000万人を超える。典型事変での南京大虐殺。太平天国軍の内紛で甲州前が要修正軍を大屠殺した。典型攻防戦南京における新軍。 将軍と太平天国軍との戦争を。将軍の超列文は、老人や二三歳の幼児も虐殺され、四十歳以下の若い、婦女は拉致され、二十万から三十万の犠牲者が生じたと記録している。祖水かなねは、将軍版南京大虐殺であるとし、また古文優は、天慶攻防戦での略奪や、放火の記録は、中国政府の主張する。 日本軍による大虐殺と類似していると指摘している。第二革命での南京大虐殺。侵害革命の後に行われた新重復活を起とした長君による第二革命への弾圧では国民党兵が数千殺され、日本人三人も間違えられて殺害された。時事新報は当時南京虐殺事件と報じた。当時、 北一騎が南京を訪問し、虐殺の実態を品革命返しで記す。総女林は、長君のことを、あの南京大虐殺をやった男と呼んだ。1927年に、小海石軍が南京占領後に、外国領事館や市民に暴行、合姦を行った南京事件。このほか、南京以外での虐殺で、 南京大虐殺と記録としてなどの関連性が指摘されているものに1645年の洋州大虐殺がある。洋州大虐殺の犠牲者は80万人と言われる。戦時中の記録映像による映画日本映画中華圏映,映画欧米映画2015年10月9日、ユネスコは中国の申請によってドキュメンツ・オブ・ノンジング・マサカーを記憶遺産に登録した。 ウィキメディアコモンズには、南京事件に関するメディアがあります。ありがとうございます。